はい、どうも皆さんこんにちは、宇田つながです。こんにちは、ちゃんあべです。はい、今回13回目ということでですね、引き続き、今回も、ゲストの、最後ひさやさん、最後ひさやさん来ていただいております。よろしくお願いしますよろしくお願いします、ということで引き続き、佐久間さんよろしくお願いします。クポンよろしく。クポン頑張っていきたいなって思うんですけれどもなんか、まあ、佐久間さんパンネル好きだっていうことで。もう大好きです。はい。あ、好きなんですかどの辺がキャラクター。いやー、ちょっとキャラ設定も相当いいですよね、全体的に。見た目もよし、性格もよし。性格もよし。もうパーティーには欠かせないキャラですよね。まあなんかね、付き合ったみたいな感じですけど。で、主人公系のキャラで一番好きなパンネルを。もちろん。なるほど。いや、終わる。まあまあ、じゃあちょっと音楽のお話をしていきたいと思いますけれども、まあファイナルファンタジー12は、FFT とちょっと世界観がね、やっぱり似てるというか、同じというか、近いところがあったりします。そうですね。なんか、音楽的にもこう、効果音とかも、なんかこう、近いイメージとか、そういうのを意識されたりとかってなんですかね。いや、別に、一応まあ、そういうお話を踏まえて、始めたんですけど、その、特別、ちゃんと絡みを作ろうっていうことは、結局しなかったんですよね。新しい作品としてみたいな。そうですね。ただ本線としてその、まあ、例えばオーケストラ中心の編成であったりっていうのはすごい近いので、はい、基本的にそんなに大きく外れることはないだろうとは思ってました。なるほど。なんか ご苦労されたこととかありますか。なんかファンタジーまあプレッシャーはやっぱり感じましたね、すごく。そうですね、まあ、FFT の時もすごくプレッシャーは感じたんですけど、まあ、今回はさらに本線のナンバーズということで、またどうしようか右往左往しながらも、まあ結局はできることしかできないということで、やれることを一生懸命頑張りました。なんか謙虚な感じですね。いやいやそれはだってやる楽屋さんみたいな。そりゃ緊張しますよ。でも佐久間さんとは全然右往左往してたんですか。全然分かんなかった。出てなかったですけどね。電話で話しててもすごい本当バカ話ばっかりしてじゃあまた会うじゃん。ほとんどまともに仕事の話は。そうですね、しないですからね。全然緊張のかけらとか全然分かんなかったですけどね。そういう電話で話してる分には。でも最初のうちはもう電話してる時でも足はもうかな振動音が聞こえるくらいだったと思うけど本当ですか。まあそんな感じですかね。森さんは、マニピュレートをしてて、一番時間のかかった曲とかっていうのはありますか。そうですね、佐久間さんの曲は全部時間が結構かかるんですよ。いろんな意味で。いろんな意味で、その、テンツをやった時に、まあ、ここまで内臓に乗せたら、まあ、これでもういっぱいいっぱいかなと思ってたら、全然順の方が大変だったっていう。はい、でもどの曲も結構大変でしたけど、やっぱりラスボスとかは、あれ7本ぐらいあるんでしたっけ。うん、あれ悲劇だったね。7本ぐらいあって、絶対1曲じゃないだろうと思って、2曲だろうと思ってたら1曲にしてくれるという話で、で結構時間かかったんですけど、まあ気合が入りましたね。はい、すごい良くなったよね。あります。7分っていうことね、まあ、すごい長い曲でしたよ、ね。なんか佐久間さんのとこお気に入りの曲とかありますか。お気に入りのこれはここは聴いてくださいよみたいな。まあ曲単体で言えばセロビー大地の曲は個人的には割合好きですね。セロビー大地の危うくボツになりかけたという。あ、そうなんですか。最後の方で佐久間さんが聴いてる曲が入ってないなって気づいてはいたんですよね。そうそう、お願いです、どこでもいいから使ってください、メニューでもどこでもいいですみたいな。あ、そのセロビ大地を作ったわけではなかった。そば違いますね、どう考えても。あ、当ててみたかったり。そうですね、もう一曲ぐらいかな。
無曲ですか。こだわった。まあでもあのメインテーマはやっぱり、ね、最初から理由というかそのテーマをずっとこう使って展開させていくことが前提でしたので、はいはい、あれはその作った時もまあまあそうですね、テーマ作る時はいつもすごい悩むんですけど、まあでもその後そこから発生したそのアレンジみたいなのもたくさんできていて、まあ、みんなに皆様にこう愛していただけると嬉しいなと思います。かなりそのフレーズを使った部分がいっぱい出てくるんですよね。そうですね、かなり出てきますね。何曲くらいだろう、数えてないから分かんないけど、いっぱいあります。僕も、ね、家帰ってお風呂入って歌ってましたからね、メロディーで。ありがとうございます。それぐらいもう耳が頭が離れないぐらいありましたよね。それぞれ何を持ってらっしゃるんですかね。これですか。これは FF のあの重要なシーンで使われたという完全に役じゃん。ヤクザの剣これ海賊の剣。あ、海賊の剣ですよね。これあれですよね、効果音使って実際に、うん、あのオープニングで、はいはいはい、ラスラが剣を受けて抜くときに使ったりとか、ね、実際同じ音がするんですけど、もうすごい良いですね。うん、やっぱりね、本物の音かなり今回は対応もしてて、まあ、重ねて編集はしてるんだけども、他には鎧自体も一セット用意して、はい、ガシャガシャ流してみたりとか、剣自体もこれ、川森さんが持ってる剣と、まあ、切り合いのとことかでも打ち合いで剣撃を使うんで、これ見える？刃こぼれがものすごい状態で、ちなみにこっちはもう曲がっちゃったんだけども、本気で打たないと、本気の音が取れないってことで、ね、うん、これをちゃんとこうマイクで録音して実際使ってるってことですね。そうだね、まあ、ちなみに本物ではないですけどね。まあ模造刀だけど抜く音とかは相当リアル、ね、うん、はい、こうパチンとかこういうの随所でムービーとかで使ってますね。実際どうですか、サウンドで音楽をこう作るっていうのは。いや、まあ、あのミックスに関してはそのもちろん僕がやったわけではないので、はい、ただまあやっぱ一度聞くとやっぱいいですよねとしか言いようがないですよね、本当に。ちょっとその一度その音響とかを聞いてしまうと、はい、普通の通信スピーカーで音をまた聞き直すとはちょっと寂しく感じるほどではありますよね。大迫力、ぜひもっと普及してくれるといいですよね。楽しめる環境になると思うんですね。誰もそう思うよね。はい、入ってる。どうですか、お話しされてみて。たくさん、あの、さっきの言った、いろんなところが分かりました。ありがとうございます。はい、というわけで、お話たくさん伺ってまいりましたけれども、最後に今日のゲストの皆さんから、お一言ずつお願いします。じゃあ、鴨井さんからお願いします。FF12 は結構時間かかったんですけど、楽しんで作った作品ですので、皆さんもまた、ぜひ楽しんでみてください。よろしくお願いします。はい、そうですね、音全般、音響とかのフィールドもかなり駆使して作ってみたんで、5チャンネルスピーカーで遊んでもらえればと思います。佐久間さん、一言お願いします。いい一言ですか。、はい、そうですね、まあ、特に今回はあのサウンドの中でもすごくこう気の合うメンバーといって、そういった意味ではいつも、まあ仕事の話もしたけど、まあ、バカ話もいっぱいしながら、こう、楽しく仕事をやれたんじゃないかと思ってます。はい。まあ、そんなこんなで作った FF12 の音ですが、ぜひ聴いてやってください。はい。はい、ということで、今回のゲストは、鴨森圭司さん、藤間智博さん、そして佐久本仁さんでした。どうもありがとうございました。シンプル新婦情報。はい、というわけで、今回も新婦のご案内が出ております。まず今回ゲストの佐久本仁さん、ファイナルファンタジー12オリジナルサウンドトラックが5月31日水曜日発売になります。ぜひ皆さんおかけください。そして12に先駆けまして、ファイナルファンタジー11アトルガンの秘宝オリジナルサウンドトラックが5月24日に発売になります。こちらもぜひお買い求めください。はい、チャームを買いますか。はい、お年玉で。まだ儲けんのかよ。